皆さんこんばんは。オレマカジャズオーケストラと申します。ひらがなでオレマカなんですが、オレマカって、まあね、一体何だと、思われる方多いと思います。オレマカっていうのは実は6年前に高畑町、行政の方から青年層の若者で、さあ1000万お前たちと預けっから1000万で何か面白いことしろというようなことがありまして、若者が集まって、私そろそろね若者から外れるぐらいの年になってきたのですが、そんなことで、ワークショップだとかコンサート、私は音楽部門を、やりました。あとはアニメ好きな人はアニメとかキャラクターとか、あと動画でね、ビデオを作ったりだとか、いろんな部門に分かれてやったところです。最初は本当にお金をいっぱいいただいたので、楽天イーグルスのコーチ陣を呼んで、子供たちに野球を教えたりだとか、あとこの辺でアラト保育園の分野さんのご親戚で、関西で活躍している分野ハンナさんっていうゴスペルシンガーがいるんですけど、そのハンナさんに来てもらってゴスペルのワークショップをしてコンサートで披露したりだとか、我々ビッグバンドは、映画スイングガールズ、皆さんご存知だと思います。このアラトの、ね、駅とかでも、撮影されました。その時のバンドディレクター上野樹里とかね、あの辺の子たちにトランペットを教えました、プロのトランペッター山口亮さんに、我々指導を受けて、立ち上げた経緯があります。俺たちに任せろという訳して、俺マカという集団であります。今はまあこういう音楽活動をやったり、東日本大震災のボランティアに行ったりだとか、アニメのキャラクター、あとコスプレ好きの若者とかもいましてね、そういうイベントを、サポートしながら楽しくやってる団体です。今日は白鷹初めて、来させていただきましたが、楽しい音楽をこれから奏でていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。